おおおおおおおはい、こんばんは、村岡正則です、今回の動画は開発だよりということで、前回に続いてまた牛国に来てもらいました、はい、で今日の昼間ちょっとねデイゲーム編を撮らせてもらって、はい、今度は夜ですね、今川です、うん、でちょっと残念なことに河口風が強くてちょっとガチャガチャしててちょっと絵もね乱れて申し訳ないんですけど、まあ、ちょっといろいろ持ってきたやつをテストしましょう。そうですね、はい、はい、お願いします。ということで何からいきますか。そうですね、川なんですけど、うん、最初アイザーから、アイザーの大きいやつからいきたいと思います。おうおうます、はい、アイザーでっかいやつ、アイザー106、はい、アイザーは今 ABC とかあるんだっけ。そうですね、村岡さん最初これをお願いします。あ、俺が持ってるやつとは違う。あ、違います。お、また進化しちゃった、ね、またちょっと進化したモデルです、はい、B。 そうですね、まあちょっと球の、順番が違うだけなんですけど、水の噛み方が若干変わるので、それでちょっとレンジも変わっちゃうんでです、うんうん、よいしょ。まあでも21でもうだいぶ詰まったんだね、すごいね。アイザー125なんてね、56とか言ってたからねそうですね、だいぶ模索してましたね。まあ一、まあ、回やこのタイプやるとね、サイズ違いは早いよね。そうですね、割と早かった方なんですけど、やっぱりこう使う地域が結構限定的になるじゃないですけど、ね、サイズ的にですね、うん、こんな動きです。違う、流れがまだ、ああ、風と合ってないから難しい、うん、意外と浮くのは魅力はあるんだね、うん、よし、じゃあ早速投げていきましょう。久しぶりのナイトゲームだな。すごいな、東京は夜でも明るいよ。え、いや、立山夜こんなに明るくないからね本当に空の明るさが違うもん。こうダウンに入ってもこう暴れすぎないっていうのを、うんうん、結構このサイズでは重視してて、うんうん、結構西の方のテスターさんがやっぱりダウンに入った時に泳ぎすぎるのはちょっとっていう感じだったんで。まあ確かに西日本でよく投げられそうなサイズだもんね。そうですね、レンジは入んないね、30センチも入んないぐらい。そうですね、前回のモデルと多分一番違うのはそのレンジ感だと思います、うんうん、もうちょっと入っちゃってたんで前回のモデルが、うんうん、よし完成どっちゃの方式でよし完成よし作業いやー、そんな早く仕事が終わったらいいないや、いいっすねちょっとこっちなんだけど、あ、OK です。はい、じゃあやりましょう。投げた先浅いんで、今船の下2メーターだけど、あ、わかりました。こっちだとこ80センチぐらいだと。あ、そんなとこなんですね。うん、そう、アップ気味に入れようかな。アップも大事だし、あー、これはガボッツが欲しいいや、150が一番釣れんじゃないかな。この風、流れが右から左で、風が左から右で、魚身が立って、ちょっとガチャガチャしてるんで、ガモッツぐらいの方が目立って、魚を釣れてきそう。あ、120ちょっと投げていい、ガモッツ。あ、そうっすね。これは OK、採用。マジっすか。まだ釣れてない。釣れてないけど採用。採用いただきました。ありがとうございます。うわ、来た。あ、バレた。バレちゃった。着水ドカンでしたね。今うわ。ラインがまだ老けてるタイミングで食ってきちゃった。へいへいへい。いるね。いったな。よし。さあ、準備万端。今食っていいよっていうとこはないんだよね。着水するだけで食うときもあります。うん、アイザーなんかはそういうタイプのルアーだよね。
でもう流れの中に落ちるんで、落ちたところから流れ出すから、もう魚も流れてくるの待ってるから、落ちて流れてきたらとりあえず食うって、実際なんていうかな、とりあえず興味持ったら、魚って手がないんで、よく水槽で金魚飼ったことある人は、金魚が自分の口にパクって食ってバッて吐き出してるの見たことあると思うんだけど、あんな感じで別に食い物かわかんないけど、とりあえず人間がとりあえずなんだこれって手に取るように、魚はなんだこれってとりあえず食うんだよね。で、あ、これは食い物じゃないって言ったら吐き出すし、まあ、まさか針ついてるとは思ってないんで水槽で金魚飼ってる時の金魚の自分の糞を食う確率ぐらい興味持ったらとりあえず食う。あ、ライズしたね。いい音でしたね、今の。でかそうな。お、うわ、すごい。どっかいるね。いいサイズじゃない、しかも。いいサイズですね、あれ。ドラゲ閉めたな。お、あ、まだ。乗んなかった。いいサイズだね、なんつったら。いや、ちょっと、緩かったら嫌だなと思って。よし、来た。あー、抜けた。なんで。しいな。もう今完全に船止まってるから、おかっぱりの感じに近いでしょ。そうですね。だからその着水からの泳ぎ出しとかイメージしやすいと思う。しやすいです。めちゃくちゃやりやすいです。ちょっと逆風だからなんか河口の大場所感もあるし、いい景色。やっぱ魚見て釣れないよなって思ったら釣ったよ。でかそうですね。よし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 、うん。うん、なんか20センチぐらいに思うぞ。そんなちっちゃくないでしょこれ。うん、待って、ちょっと、もうちょい上っつって。はい、挟めるだけだな、やけど俺の影がいて。よいしょ、流れが流れるから、流し込みますんで、エラー洗いしてほしい。あー、がっつりかかったんす。一回エラー洗いしてほしい。しない。なんかスイス泳いでます。よいしょ、はい、OK です。よいしょ、いいかかり方してる。Cタイプ、タイプ C か、採用。早い、すげえ安易な手って。早い。なんだ。あ、けどフロントにしっかりかかってましたね。うんうん。オッケーです。ガタです。はい。よいしょ。まあ60ちょっとだね。よいしょ。はい、ザー。160。60の。あ、A、ごめん、A。あ、A か。A が、あ、レンジが入んなくて。ですね、そうですね。ちょっと水つかみが心配、うん、弱いっていうタイプです、うん、いいな、大丈夫ですね。黄色より黒の方がかっこいいでしょ。いやー、でもまあ痩せてるね。まだ川、これ川の鈴木じゃないんだよね。あ、そうなんですか。うん、降りてきた鈴木ではないね。刺してきてるんですね、うん、この辺にいた干潟の鈴木だね。おお、行った行った。釣れたけど不採用。多分それが今置いてあるのが一番動くタイプだと思います。ボツボツボツはごっちゃんに行くって。またマスキングテープ貼って送る。でも面白くない、ボツ担当つって。ボツでばっかり釣ってる人、あまりにもそれでもその担当がバカバカ釣ってボツから這い上がってくるっていうのも面白いじゃない。シンデレラストーリーみたいな。そんなストーリーから生まれてくるアイテムがあっても。あら、俺当たんね。ああ、全然違う。これぐらい動いてほしい、タップで。それが一番グッと掴んで動いてくれるやつだと。で、ダウンでも崩れないんだ。そうですね。ユーゴって何年目に入ったんだっけ、創業、ブルブル。2年目じゃないですかね。2年目か、早っ。背番号2だ。そうなっちゃいますね。ああ、そうだ。この間言ってましたね。いや、なんかあっという間の10年過ぎて。楽しかったでしょう。まあ、そうですね。苦しいこともありましたけど。うん、なんか、
好きなことを仕事にするっていうことにやっぱ最初抵抗があったんですけど。あ、抵抗があったんだ。抵抗ありましたね、やっぱり。それは何、そんな甘い話はねえよみたいな。あ、そうです、そうです、うん、だしその釣り自体がもしかしたら嫌いになるのかなとか、うんうんうん、なんかそういうふうに思っちゃったりしてましたけど、まあ、全然そんなことなかったですね。そういう人多いけどね、ならない、なりようないなと思うよね。なんか結局それでも好きなんだなっていう。もう先週さ、はい、先週っていうか4日前ぐらいにさ、千葉でさ、はしご車から、はしご車を釣り竿にしてさ、釣ったんだよ。で、もうあれ何センチだってこと、12、3センチぐらいのベラ。はいはい。今年一番嬉しい魚だった。ターポンよりはしゃいだもん。いや、何十キロもターポン釣ってたじゃないですか。全然、全然感動だった。あの上がってきた時の間抜けな感じが面白かったよね。クレーン車にみたいな感じで釣り上げられてきたから、釣られたベラもびっくりでしょうね。一番当たるのは潮目と潮目、鏡と鏡の間のちょっと濃くなるとこあるじゃん、あの手前の鏡っぽいとこが一番当たるの。あの荒れてるとこ浅いんですかね。浅い浅い。あ、やっぱそうなんですね。で遠くのはっきりした潮目はもう魚いない。あれは流れなくて、その浅いところで加速した流れが向こう側の水の塊にぶつかってできてるだけで。あ、そうなんですか。まあ、いないわけじゃないけど、あんまりあの黒くな、黒いっていうかガチャガチャしてるとこ流れ止まってるの分かるでしょ。はいはい。でその手前走ってるじゃん。はい。その走ってるとこが斜面だから。なるほど。その斜面の中を流すとやっぱ食う。でその向こう側にぶつかるから手前が潮目っぽくちょっと鏡みたいになるんで。なるほど。すごい流れ速い。超走ってる。向かい風じゃなかったらもう1、2本出せそうなね。わあ、いいとこ。出ろ。うん、アングルない。いいとこ。いや、今合わせないよ。やっぱ細い方が食うんかな。悔しいな。おお、出た、よしよし。マジか。いい音。音が良かったね。良かったっすね、今の。ガッポン。やばいやばい、タモ入れ係だ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ガッポン。これもいいサイズだね。よっこしょ。まあまあ70代だね。やべやべ、絡まった。絡まった。いやー、いいっすね。いいっすね。あ、まだです。まだバテてないじゃん。あ、もう疲れた。さっぱり。よいしょ。あ、本当だ。今多分数字から出てきたような。吐きましたね。生きてた。よいしょ。いいサイズ、これも。これは悩むね、ガボッツは。もう YouTube のコメント、あ、今日コメント欄で。コメント欄で決めてもらうとか。太い方がいいですか、細い方がいいですかって。おっとっとっと。でも確かに両サイよ。そうか、ガボッツスリムっていうのがね、あってもいいよねとは言ってたんだけど、でもアイザーがあるからなーっていう。だってこの流れアイザーでも全然出るじゃん、1、2、5F で。そうですね、確かに。だからこれはアイザーがあればいいよねみたいな話で、やっぱガボッツは一本にしようって。よしよし、いいし。よしよし、落ち着き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 。気持ちいい。70オーバー。8じゃないけどね。そうですね。太い方。太い方。こんな感じ。悩むな。悩むね。まあでもこっちの。これはもう逃がしちゃいます。はーい。めっちゃ元気。話せよな、つってるよ。はい。バイバイ。うわ、元気元気。いやー、すげえな。いいんじゃないんですか。あれはなんか乗らないんですよね。あとはユーゴさんが釣ってちゃんちゃんじゃないんですか。いや、そのはずなんですけど。いや、でもここのコースは出ていいはず。いや、でも楽しいな、やっぱな。この開発、秋の開発ですが一番楽しいよな。そうですね、冬とか過酷でしょ。多分自分なんかはもう この海域で何千って釣ってるから、釣るってことだけだったら多分もう飽きちゃってる
とこもあって、だからもうさっきみたいに、あ、もうそこで食うよ、そこで食うよって感じだから。だけどやっぱそのルアー作ってると面白いじゃない。そうですね。ここで食わなかったりずれたり、発見もあったりね、スネコンなんか本当にいろんな発見をさせてくれたし、全然関係ないところで食うんだよね、スネコンって。なんかこういうルアーもあるんだな、なんて感じだったし。新しいルアーやるとその分新しい発見があるんで。うん。多分3、40センチしかないと思うんだよね。ないですよね。いや、めっちゃ浅いんですよね。ガボッチ以外無理っていう。これでもやっぱり減ったんですか、魚って。あ、めちゃくちゃ減った。へぇ。昔は4人ぐらい、3人ぐらい連れてきて、この一下げで200ヒットぐらいしてたからね。桁が違う。もう飽きるぐらい。なるほど。うん、だからもう俺も途中から針のないルアーをひたすら投げてるみたいな。でバコーン、あのトップでさ。なるほど。あのサミーとかさ。ああいう10センチぐらいのトップウォータープラグを針なしで投げてずっと遊んでた。なるほど。他の人はバカバカっつって。もう針を外す行為がめんどくさくなるんです。そう。でもここじゃないけど、やっぱ違うところでランカが狙えるようなさ、潮、はい、と、流れっていうのは探してて、そういう時だけは本気でやってたけどね。でもこうやって完全に船止めてさ、おかっぱりと同じような使い方で、でもおかっぱりではちょっとないペースでたくさん魚の反応を取っていくのが、ね、やっぱ一番開発してていいルアーなるじゃん、で本当の沖の鳥山とかうち行っちゃうとさ、昼間みたいなの、はいはい、あれは釣れば釣りしてもおかっぱり用のルアーってあれでよしあしって分かんないじゃん。いや絶対ダメです ね、あれでは決められないですね。自分からどんどんポイントに向かっていくようなね。そうです。おかっぱりじゃありえないシチュエーションだから、逆にあれでセッティング出ちゃうと、大体おかっぱりだと今度動かないルアーになっちゃって。うん、絶対そうなりますね。逆か、動きすぎるルアーなのか。なんでなんだろう。一発バイトはあったけど。よし。なんか決定的に。やっぱ太い方がいいんだよ、やっぱ太い方が。だって正面だからね、左ならわかんだけど。やっぱサイズだな、サイズ感。ちょっと巻いた方がいいのかな。カメラ向けたら悪いなって思って。ルアーを変えてみる。何でしょう。そしたら答え出るかもしれない。ね。結構飛ぶし。結構巻いてますか。いや今全然もうなんか糸張る前に食ってたよ。なんで。まあ動き出した瞬間食ったよ。こっちもランカー出たけどな。何も言えねえ。すげえいいコースだと思ったのに。サイズは欲しい。よっしゃ乗ったー。よっしゃ。やっと乗った。やっと乗った。よいしょ。よいしょ。いい、ありがとうございます。元気よすぎ、元気よすぎ、すげえな。網を遡ってたな。うなぎみたいな動きしました。いやー、苦労した一本でしたね。お待たせしました。いや、よかった。おめでとう。ありがとうございます。よいしょー。どはいはいはい、どうぞ。まあ、鈴木ってこうやって釣るんですよ。いい一匹だ。いやー、よかった。ガボッツ120、やっぱ太い方でしたね。うん、ね。あ、いや、それを知ってほしい、ね。今回来てもらったんでよかったです。わかりました。この反応の差ね。この反応の差は確かに違いましたね。飛ぶしさ。いや、そうですね。こっちだな。こっちにします。テストに付き合ってくれてありがとう。はい、じゃあね、ありがとう。こう言っていった、いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ。さあ、もう9時過ぎだ。あ、もうそんな時間ですか。うん、まあもうちょい釣れるけどね。まあこんな感じで日々テストしておりますという感じの模様をお届けしました。はい、はい、まあ結構悩んでる姿ね。そう、それを映像に収められたんじゃないかなと。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。見てください。またね。